俺が裁く。はい、個人のおしめ部屋へようこそ。はい、それで昔ちょっとなんとね、昔って言っても同じありますが、お疲れ様さ。ということで始まりました、コズの趣味部屋。はい、今回ご紹介するのはこちら、ババン、出ましたね、呪術廻戦から五条先生のヌードルストッパーフィギュア。はい、こちらがねゲーセンで登場しましたね。はい、私これを買いました。はい、取ったんじゃなくて買いました。はい、あ、この外観はこんな感じで、まあ、ヌードルストッパーっていうだけあってね、蓋代わりになるフィギュアということでね、こうやって座らせることができる。最初ね、自分この後ろのこれも含まれてんのかなと思ったけど、さすがにないですね。土台は付属しませんと書いてありました。さすがにこれついたら豪華すぎるか、うん、ということでね、多分フィギュアだけですね。はい、では早速ね、中を開けて見ちゃいたいと思います。はい、箱から出しましたが、箱の割にめちゃくちゃちっちゃい。あ、こんなちっちゃいんだな。プチプチにくるんでありますね。はい、こんな感じですね。なるほど、このヌードルストッパー系のフィギュアはね、自分初めて手にするんですけれども、なるほどね、こういう感じなのね。顔自体はね、うん、よく作られてる方じゃないですかね。プライズ品にしてみてはちゃんと口の造形もされてますね、うん、プリントじゃないです。髪の毛もね、うん、結構ツンツンしてよく造形されてます。こういうね、服のところはテカっててちょっと安っちい感じはあるんですけれども、うん、それ以外のね、造形とかは、うん、よくできてます。はい、こういう感じなんだね。これで普通にカップラーメンに乗せて蓋をするっていう感じですよね。ちょっと今ね、うん、カップヌードルがないんですけれども、はい、ちょっと別のものでね、うん、ちょっと座らせてみようかなと思います。はい、こちらに乗せてみたいと思います。じゃじゃんとね、はい、結構大きいんですけど、これ6分の1サイズなんですよね。6分の1サイズの椅子です。はい、これにねちょっと座らせたいと思います。はい、6分の1なんで大きいんですよね。ちょこんと座らせるぐらいになっちゃう。あ、でもなんだろう、でけんだけど、椅子がでかすぎんだけど、意外に様になってる。あれ、これ意外に様になっている。何気にいい感じですね。うん、こんな感じに座らせることができる。なかなか決まってるね。これはいい。はい、ということでね、ちょっと短いんですけれどもね、今回はねちょっと初めてヌードルストッパーフィギュア購入しましたが、まあ、出来はね
かなりよくできてますね。はい、ということで今回は以上で終わりたいと思います。この後ね、もちろん、回転第3に乗せてお別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。